インターネット上で、かわいいと絶賛される陸上のハードラー、木村文子、26歳。韓国・インチョンで開催されたアジア大会の女子100メートル障害で3位に入り、同種目で24年ぶりとなるメダル獲得を演じた、キュートな容姿だけでなく、陸上の実力も発揮した格好だ。10月1日に行われた陸上女子100メートル障害決勝。 168cm、16 52kg のスリムな体に密着したセパレートのユニフォーム姿で、木村はハードルをクリアしていった。だが、昨年9月に21針を縫う大けがを負った左足にはまだテーピングが施され、決して万全な状態ではなかった。結果は13秒25で3位、中国勢2人に及ばなかった。日本歴代4位となる13秒03のタイムを持つだけに、いや、 うーん、悔しいです。いけると思ったので、という第一声が出た。だが、日の丸を背中にして歓声に応えた一瞬、涙ぐむシーンがあった。昨年9月の全日本実業団対抗選手権の女子 100m 障害でハードルに足を引っ掛けて転倒した際、打撲のほかに皮膚がめくれる大けが、実に3ヶ月は走れない状態が続き、競技をもうやめようと思ったこともある。 と明かしたその苦境からメダル獲得まで復活し,しただけに感慨深いものが込み上げたのだもう少しいい色のメダルで喜びたかったと言いつつも周りの支えがなければこの銅メダルはなかったと感謝した横浜国立大学を卒業した再演大学4年次には同種目で日本学生対抗選手権の大会新記録13秒28と出して初優勝。 2011年に現在の所属先に入社したするとメキメキと実力を養い12年ロンドン五輪の代表に選出された残念ながら予選7位で敗れたが将来性は大いに期待される競技で注目されると同時にネット上には元 AKB48 の大島優子に似ていると評判になりキュートな笑顔を浮かべた木村の写真が拡散ビジュアスリート として認知度が広がっており今後も目が離せない